こんにちは。こんにちは。ガルガドボミラノの片倉でございます。しりかわです。なんかジョンスメっていう響き、僕なんかすごい好きでですね。取り扱いることは非常に嬉しいですけど。そうですね。はい、そうほらイタリアブランドがうちほら、はい、多いから、はい、どうもちょっとねジョンスメいいなってちょっと思ってたところはあったんですが。そうですね。入ってまいりました。ジョンスメとね、今回ご紹介していきます。はい。なんか世の中一般に、はい、なんか浸透しているワードとして、もうジョンスメみたいな、うん、よく聞くと思うんですけど、はい、意外とこんな型があるとか、うん、なんかこういう感じのなんでしょうね、ラインナップってあんまり一般の方ってご存じないのかなと思いますので、今回は7ラインナップ、7モデル、はい、7モデル入ってきてますので、はい、こんな生地感ですよとか、はい、サイズ感ですよとか、うん、肉厚肉薄ですよとか、はい、そういう感じでご紹介をしていきます。はい、はい、で早速なんですけれども、はい、今回登場してきているこちらの2つに関しては、はい、ユニセックスモデル、はい、という案内のくくりになってます、はい、ユニセックスモデルあるんですね。そうなんですよ。なので、まあ、最近のねちょっとこのちょっとふわっとオーバーサイズシルエットで着るみたいな感じでいけば、全然女性も入ってきた時にですね、まあ、はい、ちょっと前のヘルノのご案内の時と同じ話になっちゃうんですが、まあ、紺と黒とグレーっていう、こう、なんて言うんでしょう、映えないな、まあ、映えないなって、イギリスブランドですか、なんか上品だわ、正しいお色だわっていう感じが、そう、感じが7つ、こうずらっと今並んでるんですけど、はい、で、形も、カーディガンが2つ、3つかな、あって、はい、で、あ、これは全部色違いなんだとか、うん、クルーネック何個かあって、あ、これも色違いなんだとか思っていたんですけど、よくよく見ると全部モデルが違ったっていう。そうですね。昔蓋開けたら、まあ一緒に見えるんだけれども、だけれども実は一つ一つにそれぞれの違いましたね、はい、モデル名がきちんとあり、ニットのこのゲージっていうんですけど、そうですね、それも全部違う、それぞれ違ったりとか、うん、こうちょっとラグランになってたり、普通の方だったりとかも、そうですね、間違い探しなんていくぐらいな、本当に細かいけどまあなんかね、あんまり細かいこと気にしない方だからね、あんまりあれですそう、ざっくり、あ、この色いいな、これ欲しいねとかでいいんですけど、そう、ちなみにゲージというのは1インチの中に、1センチじゃないです、1インチの中に何本この網目、こういう機械網であってもこう、はいはい、網目ってこうできるじゃないですか、こういう、はい、これ網目が何本入ってるかによってゲージ数が決まるんですよ。で、30割るから30ゲージ、はいはい、ただ24ゲージ、30ゲージって簡単に言いますけど、まあまあかなり細い方なんですよね、それ、うん、そのゲージって。だいたいハイゲージと言われるものが18ゲージ以上ぐらいで確かハイゲージってくくりになるはずなので、うん、まあ、要するに数が多ければ多いほど細い、ね、うん、細い、そうですね、糸がこう細い糸でこう余るっていうことになります。まあ、ゲージがね、はい、そういう感じと、はい、今回入ってきてるのは24ゲージと30ゲージっていう感じで入ってきてます、はい、まあ、基本ハイゲージっていうところですね、はい、一応そのジョンスメドレーの方での代名詞的なのが30ゲージっていう、その一番ニットの中ではかなり細いと言われているそのゲージなんですけど、うん、で、ジョンスメドレーさんの方では24ゲージはやや太くなるので、少しなんて言うんでしょうね、しっかり感がありますよとは言うんですけど、うん、普通に考えたらまあまあ薄いですなので全然重ね着とかインナー使いした時にアウターに響かないライトな感じの着心地です、はい、そうですね、うん、あとはゲージが細くなることによって何がいいかというとですね、まあ、ウールなんですよ、これ、今回入ってきたのがエクストラファインメリノウール、ジョンスメダレの方で厳選されたその羊か羊毛から作ったっていう、もうすごいそこがこだわりのあるエクストラファインメリノウールなんですけれども、はい、よくあるチクチク感っていうじゃないですか、はいはいはい、あれないんですよ、あ、全く、そうそう、エクストラですか、ね、エクストラオリーブオイルもエクストラが高くなりますしね香り高くね、はいはい、いい濃いお色でね、エクストラ超越してますねそういうことです、はいはい、なのでそういう意味ではなんかちょっとこうニットそういうチクチクするの苦手だなとかっていうふうに思う概念をちょっとよくしていいかな、もうそこはね一旦忘れていただいて、はい、忘れていただいても大丈夫かなとです、はい、じゃああとは一つずつなんとなくこんな感じっていうので、まあ本当にざっくりですけどね、はい、はい、まず年を着てるやつ、これかわいい、はい、1616シンギュラーっていうの、はい、シンギュラー、こんな感じのフルチップのボンバージャケットタイプ、うんうんうん、すごいすっきり着丈も短めで、それ今着てるのが M か M サイズ、そう M サイズ、うん、ユニセックス2つ着てて、はい、M サイズ S サイズ、そう、こっちはね逆にちょっとふんわりしてるんですよ、例えば私が女だからだけじゃなくて、ちょっともともとこういう
アームもちょっと太め、ここが。そうですね。ふわっとしてて、で、これ30ゲージなんですけど、あのスウェットライクっていう感じで、ちょっと厚いんですよ。はいはいはい、1枚のこう透けるような薄さ、糸自体は30ゲージ、糸というか、アニメ自体は細くて30なんですけど、うん、ダブル折りというか、なんかこう、一番この7種類の中でも一番厚みがあって、で、こう首のところのここも、こう V のガセットみたいな感じのこういうデザインになってたりとか、はいはい、ちょっとスウェットライクな感じです。着丈もちょっと長いし、割と身幅もふわっとしてて。そうですね。はい。あの、なんかスウェットです。上質なスウェットですって言われても、うん。なんか、ああ、そうなんだなって思えるぐらいのニット。あ、で、実はニットなんだ、みたいな感じの着方ができるやつですね、これは。はい。で、こっちに話を戻すと、はい、まあ一応ダブルジップで、リリージップ使ってるんですよ。うん。めちゃくちゃ光沢感ある、これがポイント。高級感ありますね。最高ですね、それね。YKK ではありません。はい。リリージップでしょ。リリージップちゃんです。はい。そう。リリージップ使ってるの2つあるんですけど。はい、あ、もう1個のこっちもそうか。これと、はい。そう。フロントジップタイプ2つあって、これとこれがそうなんです。はい、うんうんうん。これも似てるんですけど、こっちはメンズラインっていうことで一応出てはいます。はい。います。はい。若干着丈が長いとか、若干袖付けの部分がちょっと男性風というか長めというかぐらいで、うん、そこまでそんなに、じゃあすっごいこっちが大きいかっていうと、そんなことはないんですよね。そうですね。そう、全然サイズ感、多分実数、あの、皆さんちょっと見比べていただいたらいいかもしれないですけど、ご自身のサイズ。うん、全然ほぼ変わらないんですけど、一応提案として、提案というか、分類としてはこっちがユニで、うん、こっちはメンズっていうふうには出てます。そうですね。はい。ただ、本当にどちらも、着ても別に大丈夫かなっていう気はしますが、はい、ちなみに、今としおくんの着てるこの青い方は、はい、黒と青みたいな、なんか2色の、そうですね、で、あの先ほど24ゲージと30ゲージ2どっちかですってお伝えしたんですけど、ちょっとこれだけですね、ゲージ数の表示がなくて、うん、その代わり超極細の糸での2色で編まれて、うん、あ、ハニカム織りですって書いてあってけど、なんかちょっと、うん、あのポコポコしてるんですよ。だからその1インチの中に何本縫い目がっていう織りじゃなくて、うん、ちょっとこう特殊な雰囲気のある、なんかただの青というか、あの、うん、これ黒がないとロイヤルブルーみたいな色味だと思うんですけど、うんうんうん、黒が入ることでちょっと落ち着いた風に、ちょっとこうね、なりますね。なりますね。はい。ではちょっと足早にご紹介をしましたが、はい、次ボタンフロントの V ネックカーディガン、はい、3モデル、3モデルというか2モデル、1個は2色展開、はい、はい、じゃん。もうこれもね、パッと見わかんないんですよ違いがこっちはバーレー、こっちバーレー、はい、こっちが、はい、ペットワース、はい、ペットワース、はい、っていうモデルが2モデル、はい、こっち2色、グレーと、ブラックですね、これこっちがね、はい、で、こっちはミッドナイトっていうオイルでございます。あ、はい、ここにね、はい、モデル名の紙に書いてあるんですよ、ね、書いてあるんですよ、そう、はい、で、唯一の違いがですね、この2方の、はい、あの、ゲージです、うん、こっちが30、こっちが24、なのでちょっぴりこっちの方が肉厚、うんうんうん、肉厚と言っても、ま、あのとても軽やかなので比べ触るとね分かるんですけど、でもそこまでそこまでって感じですね。ちょっと違うかな。で、ね、でどっちもあの、まあ、こっちはあの1枚でも着れそうなっていう風に、でこっちは重ね着にも向きますよみたいな感じの書き方はされてるんですが、私の印象としてはどっちも重ね着できるし1枚を着れるかなっていうのがちょっと率直な印象。そうですね、もうほぼ色で選んでいただいてもいいかなっていう、うん、ただもしもうお持ちでジョンスメドレーのそのハイゲージの良さをどっちも持ってるし分かってるよって方は、はい、あの今回はこの24ゲージにしてみようかなとか、うん、今回はこの30ゲージのぐらいの薄さが欲しいなっていう感じで選んでいただくのはもちろんいいと思います。そうですね、はい、あ、クロートの方はね、はい、あんまりこういう動画見ないで自分で、ね、お選びいただけたらお選びいただけると思うんで、あの、はい、あくまで初心者として導線として、導入として、そうですね、はい、はい、ですね。で、次は、ハイゲージのクルーネックに行きましょうか、ね、はい、これはどちらも30ゲージです。はい、向こうが透けるぐらい、あの実際にはこう肌は透けないんですけど、うん、透けるぐらい薄手の、でも一応これ秋冬新作なので、そんなにあれなんですけど、で唯一の違いはこれはラグランです。ラグラン、こちらは普通のいわゆる肩が横にきちんと来てる感じ、ちょっと後ろにね競り込んでますけど、うん、こちら普通、こちらラグランっていう感じですね、はい、このラグランのね、この後ろの肩のところのステッチがね、うん、ちょっと黒くなってて、うん、ああね、そうですね、こういうちょっと細かいデザインがちょっと他のニットと違うなっていう風に、うん、高級感はすごくあります、そうですね、はい、大人っぽい
なっていう。なっていう。なって感じですね。そんな感じですか。これはどちらも、スタンダードフィットといって、どちらかというと日本人向けのスタンダードフィットって意味ではなくて、向こうの欧米とかの方の、スタンダードフィット、いわゆる標準って感じなので、ちょっとだけ袖付けが日本人向きって言われてるようなブランドよりはちょっと長いかもしれないです。ただまあここの袖のところがリブになってたりとかきちんとしてるので、そこまでそこまで、あの、で、あの、身幅も広いわけではないので、まあ、普通の通常通りのサイズ感で選んでいただいていいかなという印象です。唯一ちょっとサイズ感で気をつけた方がいいのがこの最後になります、はい、こちら今私が着ているやつ、ちょっとオーバーシルエットなんですよ。ちょっとまあスウェットライクという話も先ほどしましたけど、こうなんかちょっとここのアームの付けが太かったりとか、ね、ふわっとこういう風にふわっと着るような感じのイメージで、あのサイズ感はできてます。で一番なんか今年っぽい風にありますね、はい、そうですね。これはブラック一色です、はい、着心地はとても軽やかで暖かいです。はい、ニットになるって、まあ、秋冬にのシーズンに入ってくると、まあ、ニットウェア皆さんお買い求めいただくと思うんですけど、やっぱり単価が夏のカットソーとかの T シャツっていうか、うん、あの価格よりもうバンと上がるじゃないですか。そうですね、しかもそれでいいものを着たい、いいものを買おうと思ったら、まあ下手2個ぐらい間違ってないかなってこう目こすれたくなるような、はいはい、あのブランドもありますが、そうですね、ジョンスメドレーは、まあ、当店でずっと取り扱ってるグランサッソもそうですけど、あとはまあ皆さん結構お好きなのがザノーネとか、なんかそういう感じで割と価格帯的にはそこまで高くないけど品質はものすごく良いという、うん、あのそういった意味でなんかある意味普段使いって言ったら変ですけど、はいはい、ちょっとなんかあまり気張らず普通に着れるっていう意味ではいいブランドだなって私は思いました。もうなんかニットといえばこのブランドっていうのがいくつかあると思うんですけど、確実にその一つに入ってくるブランドだし、はいはいね、なんかアパレル関係者でも好んできてる方やっぱ多いですよね、うん、そうですね。多分数多くのセレクトショップさんとかが、うん、あの結構取り扱っても皆さんはご存知の方は多いかもしれないんですが、あの、まあ、そういう意味ではそこそこの、 その品質の高さと価格 の、 そのバランスがとてもいいブランドかなっていう気はします。そうですね、そういうことだからこそたくさんのお店で取り扱っているという感じですよね。はい、まあ、なんかニットこういうクルーネックセーターとか特にあの夏場は T シャツで、うん、冬場はそれに代わる代替品としてセーターを、ね、うん、毎日着るっていう方も多いと思うので、はい、毎日着るでもよし、うん、あの特別な日用に買うでもよしっていう感じのニットかなと思いますので、うん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 、そうですね、はい、240年の歴史を感じてください。あ、240年も経ってるんですよ、ジョンスメドレーって。びっくりしました、計算機で計算しちゃったもん。1874、240みたいな、なんかそんな感じだったんですよ。そういう意味ではもう、あ、英国王室御用達です、はい、ロイヤルバラント取ってます。大事ですね。大事です。 あのおしゃれなイギリス切手のおしゃれ者と言われてる、はい、国王もお墨付きということで、はい、あ、やっぱりね、そういうの着てらっしゃるんですね。まあ、国王から授与されるわけですね。はい、そうですね、そうですね。そう、まあ、しかもあれは結構なんか何年かごとにあの審査があるらしくて、1回取ったからってずっと掲げてられるわけじゃないらしいんですよ、はい、ってことは240年も続いてて、その間でずっとそのロイヤルワラントを継承してるっていうことは、うん、まあ、そういう品質ですっていうことなので、そうですね、はい、そこはもう私たちが言うのも恐れ多い感じですが、まあ、なのでね、はい、ちょっと後押しするぐらいのちょっと簡単な説明になりました、ね、はい、そうですね、はい、ぜひぜひ定番のジョンスメドレー楽しんでみてはいかがでしょうか。はい、ぜひという感じで、はい、当チャンネルでは商品の紹介など、まあ、こんな感じでちょっとザックバランに、ザックバランに、はい、お伝えしております。気になった方はチャンネル登録や高評価などお願いします。お願いします。ということで本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。